はい、果ての村のミャガ山ガナのカラクリの祠をやっていきたいと思います。はい、この上行ってみようか。さっきに結局4つ解放してこれしか順当にできそうなものがないっていう。なんだこれ、調べる、動かす、あー、コントローラーで動かすのね。うわー、うん、あ、すぐ来た、すぐ来た。難しい、私こういうの超苦手。にょーん。超むずいね。あの宝箱。これすごいさ、時間かかりそうだから、録画しないでやりたいな。これどうすんの？宝箱。あ、そっかそっかそっか。とりあえず止めて、自分がここ歩くんだよね、多分。マジ？最後まで難しいとかありえない。やっとできた。ちょっとさ、録画ファイルの容量がひどいからさ、ちょっといつできるかわからないものに録画し続けるのがちょっとできなくて、結果だけですけどできました。何分ぐらいかな。でも5分はかかってないかな。ん？てか向こう行けないんだ。え？向こう行けないの？どうやって宝箱開けるの？あれじゃ。宝箱。まあ、いっか。どうやるんだったんだろう。まあ、あ、分かった。今そこに爆弾を落としたことによって分かったかもしれない。あ、届かないんだ。届かない。あ、いや、向こうから行けばいいのか。いや、行こうと思ったらいけるのかな、これ。あ、行けた。よっしゃ。帰り遠足だからね。帰りも、帰るまでが遠足。どうなるこれ。うわ、こっからか。こっからか。オッケー。ダッシュジャンプが苦手みたいだな、私。よし、こうオールコンプリートじゃない。新しいアイテムに期待してたけどなかったな。
ありがとうございます。これはもうミイラ化しちゃってるんだよね。次5個だったんだっけ。いや確認してないのか、何個か。しゅよしよしよし。でははての村の探索をしていきたいと思います。なんかすごい現代チックな家だね。かわいい、これ。わあ、いい暮らししてるね、ほんとに。かわいい。ちょっと風たくみたい。かわいい。うーわ、住んでみたい。機能的ではないけれども、うわいいなぁ。かわいい。いいなぁ。誰もいないっていうね。あっち。調べる。ああ、ここモデルハウスか。へえ、なるほどね。住みたい。住まわせて。3つもあるなら。ああ、おお、危ない。なんかなんもない。多分拾えない。モデルハウスか。お願いします。うん。え、よろずや。うん、人の剣。なるほどね。今持ってない。使っちゃったかな。果ての染め。うん、これなんだろう、遊び？お、なんかこう、円が、なんて言うんだっけ、ああいうの。人に案内してもらうのもいいもんだね。ごめん。さん、うん、なるほど。
はーい。うん。そうなんだ。ありがとう。なかなか貴重な経験をさせてもらったね。とりあえずよろず屋に入ってみよう。バックダンヤ。フレッシュミルク。マックストリュフ。なんか眠くなってきたな。いや、せめて町の探索を終わらせてから寝よう。3人家族めっちゃいいな。住みたいな。ああ、うん。デイチ、ここ。おう、うん、買いに来た。ああ、うん、あな、あ、間違えた、ごめん。おう、はいよ。あなたって？え？うん、赤蝦夷。おーい。ん？何？やあ。こんにちは。うん、いい天気だね。うん、見たよ。あ、なんで怒んの？ああ。おばさん怖い。ああいうおばさんにはならないどこ。まあ、おされ。小娘さんか。端っこ。二段ベッド、お父さんと一緒に？お父さんと一緒に二段ベッドっぽいね。お父さん入んの？ここの中。意味をなしてない はしごがあるんだけど。これ持ってんだよね。で、これも持ってんの？防寒着でしょ？走るのにはあれなのか。でも一着欲しいね。どこ、あ、いくら？そんな高くない。あの、ゲルドじゃない、シーカの服がめっちゃ高かったもん。ブキブキ。好きな人は？ママ好き。あー、あそこの人？あー、なるほど。好きなことは？虫捕まえるの好き。キラキラしてんの。好きなものは？宝石とお金。あー、そう。なーに？え？うん、いっぱい。お金持ち。バイバーイ。はあ、なんか私ゲームの家ほんと好き。見るの。なんかさ、ゲームだからこそかわかんないけど、敷居がないじゃん。
リアル家と違って機能的ではないけどさ、なんかいいなーって思っちゃうね。ワンルームみたいな感じ。じゃあこれ緑に染めてほしい。リンクタンといえば緑だから。おお、ごめん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 。ドキドキ、間違えて出しちゃうんだ。裸エプロン。素材がいるのか。ピンク似合わないね。おお、いいじゃん。やっぱ緑だね。でも他の色もなかなかいいね。あとさ、やっぱり買う時に水色とか青系を見てるから、青いいなって思っちゃうね。これなんかシークみたい。赤いいね。でも元が赤だからな。あ、緑いいけど、なんか緑普通だねって感じになっちゃう。この色意外といいね。でもちょっと森に紛れるために緑にしたらどう？ああ、なるほど。5個でキノコか。キノコの方がいっぱいあるからキノコにしようかな。オッケー、ありがとう。息、え、まさかまさか。おお、やった。だから全身変えるのか。やったー、緑だー。ありがとう。元の色にも戻せるんだ。わあ、嬉しい。緑色になった。わあ、めっちゃ同化してる。いいことなのか悪いことなのか。これ関係あるのかな。盗み聞きもいいけど、先に。畑がある。ここなんか村長さんの家っぽくない？大きい。ね、ちなみにだけど、これ普通の女神像っぽいよね。多分この女神像は某女神像ですね。うん、畑の方か。持ってないんだよな。あ、誰かいる。あ、ここ耕してんの。あ、村長さん。うん、そうですね。そっか、幸せなのはいいことだ。平和が一番。あ、ごめん。あ、ごめん。おいおいおい、行儀が悪いぞ。さすが村長さん、めっちゃいい家。うわ、いい、めっちゃいいベッド。わあ、住みたいここに。あ、お父さん
ボンびっくりの秘密レシピ、鎧かぼちゃを用意してね。これさ、私動画残してるからいいと思ってたけど、あれなんだよね、たくさん動画あるとどこに残したんだっけってなっちゃうから、スクリーンショットを撮る。うわぁ、この家めっちゃ住みたい。ん？ここ宿屋か。ブツブツ。まだ。どうしようかな。なんで？ああ、そういうこと？かわいらしいね。月見さんなのね。大変ですね。まだ会ってない。わかんない。まだ会ったことないしな。なるほど。はーい。運命さん。そうでーす。そっかー。平和な村があってよかった。救っていかないとね。カウンター越しにってそんな強調されましても、強調されたらカウンター越しになんて話しかけられませんよ。どれどれ。ああ、なるほど。こんにちは。あ、間違えた。やめる。お疲れ様。好きなものは？適当に答えちゃおうってばったな。好きなわけないじゃん。本当に送られたらどうするの、この人。困るっしょ。適当にするところが間違ってない？上が40ルピーか。ああ、そっち？月見さんの同士かと思った。行ったことない。なんだ。そっか。やっぱゲルドって毎回そんな感じなのね。女装リンクタン女装しちゃうの。こんなくれかよ。ちょっとなんだろう、本当に喋れなくなっちゃったから
もう大体見て回ったかな。寝よう。声もガラガラになってきた。声がガラガラ。久々にガラガラだな。よし、やめます。次の日に撮ってます。動画の容量がすごいからフレームレートを下げました。この人クエストっぽい。何もない？うん、急に雨降ってきたね。ラネールさん、急ぎに使っていた知恵の泉のが山のどこかにある。へえ。それは聞き捨てならない感じですね。うん、ありがとう。探れって、祠チャレンジみたいなのがあるんだ。あ、雨専用のセリフ。へえ。なんかさ、細かいよね、いろいろ。盗み聞きをね、しようと思います。聞く。あ、そうそう、うちの子が聞いてきたんだけど、最近果ての古代劇場に小さな女の子が出入りしてるって話ご存知？あらやだ、養子縁組でもしたのかしらね。でもあそこの所長さん、そういうことしなさそうなタイプじゃない？もしかしたらその女の子お化け。そんなわけないか。これだけか。ここ登ってない。あ、危ない。あ、しゃがむのか。あ、入れた。何ここ。え、何ここ。なんだろう。今日はゼルダ発売して2日目でなんですけど、あまりに動画容量がすごいからちょっと軽く編集しようかなと思って思ったんですけど、何やってるの？カモか。編集しようと思ったんですけど、あまりにオープンワールドすぎてどう編集しようかって感じなんで、ちょっとずっとバッサリカットだったらごめんなさいね。はい、おはよう。うん、なんでしょう。ああ、見えるね、上の方に。この杉のせいで今私の鼻はムズムズなんですか？え、3本を1本にし、それを背にして海に進め。何それ。スクリーンショット撮ります。3本を1本にし、なぎ倒せっていうことでもなさそうだよね。なるほど。一番右だけ残して左の2つはなぎ倒していいのかな。わかんないね、ちょっと。これ初めての装備じゃない？お玉、そこそこすごいんだわ。でも持てない。